あった。これをこうして、ちょっと待ってな、今準備してるし。あー、そっか。クイックアクション、これで、こうする。3や。3に変えてへんやんけ、俺絶対。ちょっと待って。ちゃう。映像記録3に変えるやろ。完了するやろ。で、これを、こうする。ほんで、ちょっと待って。オッケー。じゃあこれでええか。これでプラス、絵を出しとこかな。このパターンの方がええかな。これでや。よし。で、まあこれでええか。うん、よし。さて、誰か起きとるかな。あ、起きてへんわ。さすがに寝とるか、こんな時間やしな。これはアルバートさんもおれへん。アルバートさんはいたためしないけどな。一応朝日さんのところに繋いどいて。間違えた。これは違う。メッセは特になんもなし。めっちゃおる。なるほど。朝日さんですよね。たくさんいな。とりあえず、最近俺はここで寝ている。ちょうどいい感じの場所やし。待って、衛星をつけているという表現をしなければいけない。衛星をくっつける。OK。とりあえずスーパーに行って。そう、スーパーから近くてさ、そこいい感じやからさ、工場に戻るより。近いし、便利やし。ちゅうことで、なんか入れとかなあかんもんとかあるやろか。まあ、アルバートさんがどうしてるか知らんからあれないけど、なんか減ってるもんとかあるかな。この辺とかさ。まあ、大丈夫そうやな。これがあるっちゅうことは大丈夫や。ってことは、おいおい、ストックで、魚、やっぱ釣りレベ上げなあかんかな。釣りレベ上げて、果物は？レッドペッパーは、あれ戻った。プルトマト、ライス、ガバ。レプシェード、ライスペーパーは関係ない。グラント、マンゴー、オレンジ。200ぐらい買っていくとしてもまだまだいけるか。とりあえず釣りかな、やっぱ。いや、まあ、釣りやっても俺の金稼ぎにはもうサーキットボックスと入ってくる4万で稼ぐしかないねんけど。いや、あと200万ぐらい。なかなか長えな。かといって他ので稼ぐのもって感じやし、食い物は、結構あったはずやから、
でも無線におれへんちゅうから寝とるんちゃうかな。釣りの道具、あ、カジノ行こう。カジノ行こう。やってへんし。カジノ。無線な心なきは相変わらずね。まあ、いや、ダブティーが手に入ってからかな、レース。まあ、ダブティーが霧が濃いな。俺、メッシは結構ジャーニーに詰め込んどるから、あ、余裕ある。よし。あ、一時期服が壊れとって無効仕様の服になっとったんやけど、ルーレットを回してビジターやな。よいしょ。ちょ、引っかかっ。そんなとこに引っかかることあるか？ちょ、俺、ちゃんと、俺と出てるよな。ああ、大丈夫、大丈夫。よし。行くぜ。ほっ。さて、何が当たるかな。ナッシングだけやめてから。あ、ナッシングは大丈夫だな。もう結果はね。あ、ドリンクか。あー、ドリンク臭いな。いや、ずれる。あ、だいぶ滑るな。あ、いった。よいしょ。お、さっき。あ、この前もこれやった気がするけど、俺。And another contender is trying their luck on the lucky wheel. How can I help you? I hate this city.チップ速、チップこう中途半端な数字で。Congratulations to our big winner at the lucky wheel.この人、あれか。さてと、居酒屋とかあったのか。さすがにどこも空いてなさそうかな。買い出し。釣り行くか。釣り行くか。リサ線行くか。これなんや。はっつって、まあ衛星やってるから木こりのやつやってもええけどな。木こりで鉱山は虚無やけど、木こりやが結構おもろかったから、まあハンティングもまあまあハンティングで前やったしな。多分木こりは衛星でやってへんねんな。木こり行くか。木こり行く
でもこの、しかもワンチャン他の人間も木こりやっとる可能性がある。かぶったらめんどくさいねんな。まあ行ってみるか。え？このルートきつくね？まあ行ってみるか。飯はある。まあ金稼ぎ、まあアップね。看板。この世界レティクル見えんだよな、あれやると。ちょっと諸事情で右首の筋肉で前傾姿勢をできるようになっとるんやけど、まあ、どういう諸事情かというと、こっちでシフトを押すと、シフトの筋肉を押すとな、ニトロ積んでるとニトロ出ちまうんだよな、バイクで。バイクにもニトロあるんだよな、この街な。結構楽しかったから、ダブティゲットしたらニトロは入れたいんやけど。ダブね。で、まあ、その関係で前傾姿勢とニトロが被る都合上、ニトロやりながら前傾姿勢もまあいいんだけど、前傾姿勢をやりたい、前傾姿勢だけをやりたいときが困るっていうことで、こう狙いを定めるやつと一緒の筋肉になった。どうせ武器使うようなこともないしね、レティクルが見えるぐらいなんともねえっていうな。でもこれあれなんだよな、向こうでやっても、向こうでやるとレティクル見えねえ。まあもともと向こうレティクルねえんだけど、ダブティが800万なんだよな。しかもどうせブルカスうんぬんするともう100万飛ぶから、金は稼ぎてんだ。せやけどこの世界あんま金を稼ぐ手段がなくてな、正直一番金を稼ぐ手段となってんのはアルバートさんのおかげで入るようになった4万円なんだよな。給料4万円、3万円なのが上がってしもたからな。いや、このルート響くね。やるけどよ。こんな、ラリーで通るルートやないか。待て。違った。え？これ？キビーや、こんわ。こんなルート通ったことあらへんわ。あ、横着して降りてー。で、向こうの世界割とすぐにスペランカーのように体痛めるからな。よっしゃ、着いたー。あ、こいとこ。他に誰かやってるやつおんのかな。この世界すぐコントロールの筋肉でしゃがんでまうからな。せやけど、いっちゃ楽やねんな、コントロールの筋肉が。パンクを。
よし。まずは、やってるやつおんのかな？向こうのやつ見たらわかるけど、やってなさそうやね。なんか白いのが早いとか、そんなん言うてた気がするから。話す。まずは。これかな。よせい。こんな遅かったっけ、こいつ。ちょ、お前のとこに引っかかったな。まあ、一応、アリーさんに教わって一通りはやったから。別に何でもええやんな、これ。いた。どなすかな？いや。でもここにあるからこれで行きやすんねんけどな。お。まあチェーンソーの音はこんなもんでええやろ。ほいどーんってして。あれ？あれ？あれ？ああ、反応せんなと思ったら。で。なんかこれやったらコンプも手に入るしな。結局カスタム運動にはコンプがいるし、ちょっとやるかって感じ。まあ一通りだけな。めんどくせえし。あれやったらブースティングしたいしな。いやいや、ブースティング時間かかるしな。あれ、俺ブースティングこの前やっとったけど、よし、なんかわけから動きになった気がする。気のせいかな。よっせ。で、テレハンドラーに乗って、チェーンソー持ったまま乗り込むのやめてほしいなっていう感じだけど。シフト、こうやな、OK。逆の方がいいかもしれんな。あっち側からの方がいいかもしれん。まっすぐやないとあかんから。よし。もうちょい。もうちょい。よし、この辺で、こうやな。オッケー。無事な。こうか。こんなもんか。よし、これでいい、これでいけるよ。ダバー。オッケー。もういっちゃう。もう少しずれていいよ。あぶねー。よいしょ。
ほい、オッケー。どうやったっけ。あ、あれか。横着。よいせ、よいせ。よっと。これでどうや？いいか？ OK！ あー危ない。上げて、どうすっかな。え？ん？なんか、え？ヘリコプター？まあとりあえず人通りっちゅうことで次やるか。よし、今のでなんかコンプ中入ったってこと。でこれやな、次が。これもこうやな。まずはフォークリフトで、よし。あそこやな。ひやったー。このフォークリフトがなかなか。ちょ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 つけたー。つけてよかったー今。なんか白いのが早いとかやったかな確か。白だか黒だかが早いとかいう話やったから白いのに乗っけるか。これがシビアなんだよな。シビアだし、おめえやる本当にやる気ねえだろってなるし。ここか。いつも思うんだけど、このさ出っ張りみたいなのがマジで邪魔なんだよね。お前乗せる気ねえだろみたいな気持ちになる。諦めてこっちに乗っけようかなっていう気持ちになったか。あ、やべ。あ、まずいかこれ。 OK。 これがさ、あーマジでシビア。オッケー。でこれを2回やるねんな。よいしょい。あぶねー。このフォークリフトがなか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 くせ者でな。しっけ。よいせい。オッケー。ちょ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 。ぐるっとしてこうして、
よし。ほっ。ナイス。よし。で、さっきの白いやつの、あれ？なんか乗っとるな。間違えたー。で、同じやつに乗っけないといけないから。この辺。なんでやねん！オッケー！で、フォークリフトを乗せると。よいせ。これもなかなかむずいっちゅうかなんちゅうか。よし。あ、ちょっと待って、上げといた方がいいか。結構こいつ馬力があらへんから。オッス。オッケー。ふう。配達行くか。いや、あらへんけどな。え。またこれこ、またかー、また高級住宅街パターンや。最低。最の手。なんでそう難しいとこやらされんねん、俺。むずいねん、これ。よし。オッケー、やらかった。最初がむずくね、マジで。てかこっち向きで宴会って感じもするし、このルート合ってるか、今更やけど。やべ、そうなるよな、これ。このまま後ろに下がって、あー、やべ。オッケー、このままこっち曲がれるか。いけるな。いける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 。オッケー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 、滑り出し、オッケー。オッケー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 。これまあいけるか。おっしゃー、シャオラーで、なんかサーキットボックス、今
こんな巨体160キロだ、すっごくね。そして心だけは邪魔。よし、操作無人だよな。バックするときが一番分かりづらいし。ちょっとえぐいえぐいえぐい、車高がありすぎてトンネル入るときがえぐい。高級住宅街入るの無人だよな。なんで俺こんなむずいとこばっかりやらされんだよ。俺2回目だけどよ、同じとこなんだよな、前回あったとこと。絶対なんでやねんな、マジで。な、怖っ。やばいな、コロナキーな。えっ、そが見えなかった。え全然大丈夫、大丈夫ですか。いや、まあ大丈夫ではないけど霧で見えんくてぶつかったわ。あん、これどうします、押します、どうやろう、わからん。なんとかひっくり返るかな。あ、ひっくり返るが反応せん。そういえば反応せんねんな。そうなんだ。こん押すか、どっか乗せます。ちょっと一回ぶつけてみますか。え、いける？いや、ワンチャンスケボーでひっくり返るとは思うねんけど。スケボーで？うん、一回ぶつけてみます。どっちでもいいっすよ。あ、まあ、いやでもお兄さんの車があれするさかいに。いや、全然。まあちょっと一回スケボーやるわ。はい、ジャッツ。いけたんじゃん。すごくね。スケボーはどっか行ったわ。まあ。あ、スケボーありますよ、そこの目の前に。え、どこ？ここら辺に、ここら辺に見えます。あ、お前、あるわ。なんか見えづらかった。よし、まあ、ちょっと引っかかっとるからな。どないなるかな。ケツから押しますよ。ああ、どうやろう。ケツから押すべきなのか、この頭つつくべきか。乗れるかな。どうですかね、動きますか。うん、なんとか行ったわ。いや、よかったよかった。うん、すまんな、大きい。いや、うん、何もしてないっす。いや、よいしょ。あー、やばい。あー、な、とりあえず行って大丈夫やし。こら！邪魔やな、心なきマジで。
よし。あー危なかったー、マジで。スケボーで。いやー前スケボーでトラックを横転したのをなんとか戻したからな、その応用でいけたわ。なんでいけるかはようわからんねんけど、スケボー強いからなこの世界。どこの世界でもどこの街でもこの世界スケボーが強えんだよな。ちなみにあのお兄さんは何者やったんや。車に乗ってるから名前見えへんかったし。さて、どうにかしてここに行くには。まあ荷台が崩れんかっただけ良かったな。上だけがスパーン横に倒れたからまだセーフやった。危ねえマジで。この次が直角か。その頃直角で曲がる必要ないよな。心なき邪魔。あ、違う。邪魔。ああ外れる。くそ、心なきのせいで。あ、オッケー。後ろ最近せんかったら。これいける。オッケー。うるせえな。あーもうほんまにここ嫌い。全く前と同じとこやわ。こんなもんか。うるせえ。こっちから今必死なんや。なんかいらんもんが。なんでその邪魔なもんがあんねん、ほんまに。大丈夫これ。あんま大丈夫がないな。なんでこう斜めるんや、あんまり。
おし、落ちちゃった。マジかよ。この微妙だ。この微妙なとこ行ける？マジで。でもこれあれか、こいつを引っ張り出すためにもうちょっと場所がいるから、これでどうや。オッケー。邪魔。やべ。おぶねー。あぶね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 。よいしょ。あ、登れへんわ。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。こいつをあげればいい。あげれば登れへんのかーい。っていうか、ちょっと待って。これが邪魔。マチコ様、よし。なんでここすぐその隙間が。登れるやろ。え、マジで。ちょっともうちょいずれか。ほっ、マジか。あー、結構勢いいる。あれ、ちょ、後ろには行くねんけど前に行かへん。なんで。いった。いけ。なんでやねん。やっべ、転びそう。あぶね。登れねえんだが。腹立つなマジで。よっしゃ、予約いった。ちょ。なんでやねんな、もう。待って、一生登れへん。はーい、これ。俺はこの左に行きたいね。よし、ようやく行った。正直さ、ちょっと待って、こいつも邪魔やねんけど。
よし。これを、もう、邪魔やから。どかしてしまう。よし。よいしょ。まあ、こんなもんやろ。これ、まっすぐへの響くね。だってこいつ邪魔なんだよな。どんどん邪魔なんだが。オッケー。で、緑のゾーンに運ぶと。めちゃくちゃ傷ついてるが、もうしゃあねえんだよな。てかクソ邪魔なとこにものがあんだわ。あ、ごめん。クソ邪魔なとこになんかあるんだが、なんだよこれ。なんでこんなとこにものがあんだよ。クソ邪魔な。そしてこの、このさ、地味な、この、オッケー、もうマジで。このブロックもクソ邪魔だしな。これはまあまあ、間違えた。多分これはスッといけるやろ。やべ。いやもう、しんど。よし、セット。見えずれ。だいたいこの辺。オッケー。で、今度はこのフォークリフトをトレーラーに戻すと。よっしょい。まった。思った以上に曲がった。ちょ、一旦こっち。ん？なんでたまに後ろは行くけど前には行かねえんだこいつ。これまた後ろに一旦戻るパターンか。こいつマジで前へのあれが弱すぎる。よし、ほあいべーずれた。これでいける。よし、なんてやねん。オッケー。あー、さらにだからな、こっからな。こっからまだ戻んなきゃいけねえんだよ。やってらんねえ、そのルート無理だから。そのルートマジで無理だから。よし。あ、前こっから抜け出すのもマジで時間かかったからな。とりあえず高速道路まで行く。この直角はいけるか。
あ、思ったより直角でもないからいけるな。ああ、心なき。よし、いける。とはさっきみたいな事故がなければいけるはず。よし、フォークリフトのバイトもしに行こっかな。あれ南やけど、フォークリフトのバイト自体は割と楽しかったしな。あとは何事もなく戻れればいいんだけど。ちょっと危なかった。あっぶっ。コロナ期、うん、あんまりやるとキャンセルされるから。邪魔やな、もうマジでよ。よし、あの俺がルートを若干間違ったのがあかんかったんやけどな。それにしてもや、見えへん。これルート若干ミスったパターンか。あー、大回りパターンが良かったやな。なるほど、まあまあいけんことはないけども、コロナ機邪魔。画素は大丈夫っていうか、切り…あいろんな意味でストレスがえぐいわ。よし、いやもうこれだけで53分経ってんの俺。やっば、時間経つの早えな。時間が経つのはマジで早え。確かにな、もうサーキットボックスがもう5分とかやもんな。そらそら経っとるわ。2個目で残り5分、そら経っとるわ。そんなに、許せ。っていうか俺さっきのに若干ダメージ食らっとるやねんけ。よし、もう少し暗いクラスで霧で見えずれー、見えん。あべ、
あー行き過ぎたねんな今。よし耐えた。耐えてない。耐えてない。よし。ああ。確かあそこに戻さなあかんねんなこいつな。そうだ。せい。あ、綺麗にやらなあかんやつ。あー、よかったー。あー、しんど。121コンプ。あー、しんど。いや、マジでしんどい。さっきとボクセルか。水か金かジョイントか。ジョイント。オッケー。あーしんど。帰ろう。まあ木こりの仕事はこんな感じ。飯食うの忘れた。合うね。この間にも多分、あ、そんなことはない。いや、もう復活してるかなと思ったけど。さて、フォークリフトの方行くか。まあ、こうちゃうし。まあ、リサ戦は前見た境に。これなんや。スーパーか。フォークリフトのバイトってここやったっけ。確かここやな。デビー。まあここ行くか。ルートミスったな。ちょミスりすぎ。まあ2時までかな。ちょっとまあ。ね、いや、キリエーグ。気力があったらレースとかやりたかったんやけどな、一人ね、カスタムレース。せやけどマジで正直言って俺さっきまで向こうの町おったんやけどマジで眠くなっておったしさ、こっちに来るのもちょっとと思ったけども衛星がなーっていうことで。あぶねー。何しても霧っちゅうのがまあ、まだガソリン余裕はある。この世界ガソリンの減り鈍いからな、助かるわ。はあ。眠い。
YouTube は6方とか何も確認してんけど、見た方がええかな。あぶねえ。なんや今の。あ、さっきからなんやで。さっきからなんやねん、マジで。オッケーかもれん。うわ、ブースティングやりてぇ。警官が折れへんのやったらブースティングやりてぇ。てか、あんだけ折ったのがいい日、一人とか少ない数やったらやりてぇ。そやけど、ブースティングやってると時間かかるしなやけど、ブースティングやりて。ブースティングやる？死ぬ方が一応金入るしな。フォークリフトのやつも多少入るけどよ。こうなったら、まずバイクを置かなあかんな。まあ、なくなりかけてからにするか。さっきロックピック買うた方がええか。ブラマからのロックピック、なんか5本ぐらいあった気がするねんけど、結構むずいんだよな、あれが。ドア開けるロックピックがC でこの速さかよっていう。ドギブの枯れたからエグい。ちょっと待ってな、一旦これダッシュボードこれなんか入れていこう。ここにやったロックピック、ロックピックここか。ちょっと待ってな、一旦確認を。ちょっと6本チェック、6本チェックをするから、なんかあるかなと思ったけど大丈夫そうかな。オッケーオッケー、大丈夫。ロックピック5本か、ちょっと心もとないかもな。ブラマ行くか。ブラマどこやっけ。ブラマ、ブラマ、ブラマどこやっけな。これじゃあこれマイナージョブやな。あれブラマどこやっけ。ブラマ、ブラマ、あった。9340、あー、あれか、9340か、これや。ほんまに札折れへんの。誰もいねー。さっきまで結構おったのにな。まあこの時間やから寝とるんか。この家かな。
クリプトの家。いいよ、せい、あかね。いいで、あれ？あ、来た来た来た。ロックピック1万やろ？まあ、4、5かな。うん。んで、指定された場所かな。お、遠いな。ふざけんな。ロックピックはな、成功したら残るねんけど、失敗したら消えるって言われやから、これがまた微妙やねんな。むずいんだよな。ふい。まあ1台か2台かやってスムーズに見つかったらええけど、スムーズに見つからへんかったら1台2台で、スムーズに見つかるかっていうのとあれやねん、納品場所が近いかどうかやねんな。その辺の車パクるっていうのも手やけどな。どこまで行かせるの？どこ？あ、これか。この車やな。よいしょ。オッケー。で、まあ10本はどうせ札折れへんしやろ。こうなったら、まあ、な、バイク使って、チャリで変えてっていうパターンやな。なんで、まず車盗難の、これが、でも、サクサク来るかどうかが問題や。なんかもう、前歪んどるんかしらんけど、サクサク来おへんかったからな。ちょっと、コンビニ回さるか、その間。ないんかい。あ、入ってねー。マジで何も入ってんパターンや。クソが。眠て。ちょ。あれ？ちょっと6本の方が、あれ、あー30分ぐらい前か、なんか指名手配来たからあれってなったけど、さてブースティングのやつ来てるかな。来てるー。ランカス、ランカス D か。まあゼロコインやったら行くか。寝れた。はあ、どこ。お、どうなった。ちなみに納品そこか。一回ここまで降りてって感じかな。いや、とりあえずここに、あ、ちょっと待って、なんかその番号0396、OK で、D っていうことは多分何もついてへん。
後にあるな、バイクをあれするところもな重要やからな。とりあえずこれはここに置いとく。んーで、よっと、さあランカス探しに行くか。なんか鳴っとるけど、どこにあるやろな、ランカス。0396とか言ったっけ。あれちゃん、お前やろなあ。開くわな、そら開くわな。よっしゃ行こう。いや、ランカスピンク、ま、ピンク、マゼンタ。いやー、ランカス向こうの街で欲しい。でも高いんだよな、もうそれこそブースティングでゲットする方が早いっていう。よいしょ、いい。あ？なんやこの謎の心なき。あれ？ハトマさん？所長さん？単純に仕事をしてへんってだけか。いるやんけ！今一人で。特に D ランクとか、何にも。ないからな。通知もいかへんやろし。急にエルが活性化したな。黄昏とるやないかい。こっちの世界はな、音は切ってんだけど、一応見えるようにはしてるんだよ。マジで眠い。ね、死ぬ気満々なん。あやぶねー、ブラ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 減らっこんの。切り替え早っ。あ、違う。パワー群れとるな。まあええことやと思うけど。うい、あ、やべ、うわ、危ねー。あのダンサーワンチャン危なかったな。これか。ふう。あ、ゴミ箱。あ、お、なくね。入ってね。さっきと僕さっきよ。
ーずれたー、金がよかった。オムレツ作ったけどパンがあるやないっけ。オムレツじゃオムライス。水めっちゃ持ってるな俺。さーて、ここ行くのが楽か。こっち側所とかできねえな。上か上りか。上りは無理だな。え、金なっとる。何の金。うるせえな。これ書とかできんくね。よし。よし、オッケー。この道やりや。この世界の心だけ早いんだよな。あ、レミ、うっせえ。なんで？ちゃんと右車線走っとるやん、これ。いやあかんの、眠気限界やから帰ったら寝るか。木こりのやつやって、ブースティング一発やって。まあ、たまたまやけども誰かと喋るみたいなことはあった。奇跡的やったな、マジで。あんなところに人が通りがかるとか。ねえみ、あぶね。あ、遊園地見える。右か。こっちやんな。待ってろ。もう地車両とかあればええねんけどな。意外とね。さあもうちょっとで、ね、チャリのレンタル、これ5000円でやって、どっかで2000円で返したら、じゃあ3000円で返したら2000円のロスだけで済むから、なんやかんやでチャリでやった方が早いから。よし、まあなんでもいいよ、 BMX で。Yes, please. ほんで、どこやっけ？これやっけ？これが。よし、行くぜ。すげえ音だったな。立ちこぎをすれば早い。ああ、マジで眠いな。もうね、
まあ本当やったらロックピック代分も稼がなあかんけど、もうええわ。ネーミー、あかんあかん、マジで今日マジでネーミーわ。向こうの町で金加工してる時からエグかったやけど、ほんまやったら2時ぐらいまでやりたかったんやけどな。金稼ぎ限界や。すげえ影がくっきりしとるな。確か物によってもうちょっとスピード出たねんな。でもまあ別にそんな変わらんしな。ああ、この街の心だけめちゃくちゃ声でかいねんね。もう少し、チャリでのんびりみたいな。そんなんは、まあ俺の柄やないからあれやけど。これどっちがいいんや。あー、え？これでいけんのか。いけそうな雰囲気ではあるけど、どっから登るみたいなのがよくわからんねんな。なんのやりとり。登るところがあるか。あ、あるんや、地下通路みたいな。この辺か。よし、もうちょっと。待ってな、よくよく考えたらこれを返さなあかんや。せやからこの町のこの病院は機能していないと。これやな。これを待って、これで、あープリーズ、よし返した。これで車、ガレージまで行っ
でバイクを出して寝よう。あかん、マジで眠い。まあこういうのもあるんやでっていうのを、キコリとキコリとっていうか、キコリだけブースティングは別の街にもあるし、よっと。ちなみにやけど、ああクソが、え、ちょっと待って、あ、わからねえ。お、来た来た来た。あー、次出てる。あー、結構出とった。出とったわー。せやけど、もうマジで無理。もう、この前全然出えへんかったからな。燃料が。とりあえず帰るか。スーパーマーケットまで帰って、で、燃料入れて寝る。あぶね、あかん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 、もう眠くて結構やばい。で、向こうで、よし、どこで入れても一緒やしな。あ、なかなか出えへん。あれ？あ、来た来た来た。ヌズル出して。あたち。あれ？クソが。オッケー。んーで、よいしょいってやって、おい。あ、手持ちからいった。まあ、ええわ。くぅ。心なきか。おい。あー、そっか。あー、待って。これを入れとくか。釣りの道具だけ残して入れて、で、スーパーマーケットにこの素材をぶち込んどいて、てかジョイント、この俺の持ってるジョイントは入れられるのか。で、水が入れられへんかったからジョイントも入れられへんのちゃうかな。ちょっと一回試してみるか。ジョイントはいくつ持ってる？ 5。 ほら、やめた。これか。これどういける？あ、いけたんちゃう？あ、いったわ。あ、いけるんや。え、水は？なんで水はいけんや。いや、もしかして治っとる可能性がある。どこや、そもそも。いや、やっぱ水はあかんな。水はちゃうんやな。もうよう分からんわ。ラバー16。ラバー、あ、この辺か。ラバー16、ラバー16、カッパー8、8、間違えた。アルミプラ、アルミ6プラ7、アルミ6プラ7、アルミ6、プラ7。オッケー。あれ？なんで入らなかったよ。プラ7。あ、いったいったいった。単純に歪みか。
ちょうどサーキットボックスも入ったし、これやって寝るか。ガチで眠い。あ、コンプ。あー、パン。コンプ出るようになったやな。しばらくコンプ出てへんかった気がするけど。よし、ちょっとここだけ掃除して、さて寝るか。マジで眠い。俺の新しい寝床で。さあ、まさかのこれだけやねんか。なんやここって感じだけど、まあちょうどええ、寝床としてはちょうどええわっちゅうことで、こうなったらまあちょっと短いけども、マジで眠いから寝る。ああ、おやすみ、お疲れさん。これゆっくりやねんな。はい、お疲れ様でした。マジで眠い、本当に眠い、無理でした。いや、まあどうせ2時とかだったから、まあね、もうちょいやるとしても、なんだっけ、ブースティングもう一発ぐらいが限界だったかなと思うんですけど、眠いということで寝ます。お疲れ様でした。